皆さんこんにちは。はいこんにちは。五月二十九日日曜日、うん、お昼十二時十分を回りました南部アワーのお時間お相手の玉城ミーガと。はいしんちゃんつはしんいちですよ。まあちょっとあのーはい、収録の関係上でちょっと感想が遅れてしまいましたが、私あの五月二十日の、はい。 しおりちゃんとホルキーズのライブ行きましたねみかありがとうねう見させていただいて、うん、本当に良かったですよなんか自分の子供だけど成長してるなと思いましたねやっぱりね<ー>、うん、あの中学生の時のライブからね<う>見ててあの時も中学生こんなステージするんだなってびっくりしたんだけど、うん、頑張ってたけどだけどその後にドラムの子が石垣に<ー>ね高校、うん、行くって言ってね、はい、あのー 一回ちょっとバンドの活動としてはお休みしてる期間があったんだよね遠距離恋愛みたいなってましたね、うん、だけれども、うん、みんながそれぞれが成長して、うん、いやなんか今ラジオ持ってるからどうしたよそうですよホルキーズゆうきーがディレクター終わったお家の情報つつ抜けだお前 <laughs> <laughs> 俺より俺より早いよゆうきは <laughs> つはけ裏情報だだだ <laughs> 何がお休みか <laughs> <laughs> まあまあこういうのも両方合わせて聞いていただければね。そうそうそう。けの裏情報とかね。ホルキーズのユンタクラジオは毎週、うん、えっ、ー、と、何曜日日曜日の夜10時,10時半から。10時半からですね、はい。日曜日の夜10時半からになりますので、はいうん。やばいな。だんだんあっちが大きくなって俺が出れなくなっていくっていうです。<laughs> <laughs> 一番一番嬉しいあれかもしれないよね,よね、うん、子供の成長はねまあでもあの私ホルキーズもそうでしたが、うん、しおりちゃんの,あの MC がさもう年を重ねた感じの MC でねすごいバカずこなしてきただろうなみたいな, <laughs> <laughs> なあ,あんな,なんかその貧困法制というかさもう純白無垢みたいな感じのイメージだったけも昔。 遊んだだったでしょ。もうだんだんだんな。はい。ってまれたらえあとかちょっと困ってるとか。そうそうもうもう何でも活かせる。生まれたとっから近所の七富士のなあローケでも前。でロケでも近所の七さんとかはいって感じでね。あはい七ちゃんね。七ちゃんとかねずっと待っといてよってずっと待っとくような気。五時後ねえって八時に行っても待ってましたよっていう。 なんかからけどそんなイメージはつ、やっぱりたくましくないお子さんが5歳とかって言ってたからねすごいねやっぱりねでもそれぞれの立ち位置で復帰から50年で皆さんの思うところというかねハルキーズも分からんものは分からんし自分たちが思うことっていうのを話したりとかそう背伸びしないみたいなねよかったですね大人の私たちがちょっとそうそう思ういろいろ考える機会でした俺がの時あんな考え できたかなとかって思うわけさやっぱりなんかいけいけどんどんだったような気がするけどやっぱ今の子主に俺何してた？俺いけいけさ世の中俺のものと思ってたのに <laughs> 世の中俺のもんのなあの年とか俺のものと思ってたのに <laughs> <laughs> 沖縄まで取れるんじゃないかなんの話かみたいな <laughs> <laughs> もしかしたら全部なんか全部タクシーとかもただなるんじゃないかとかわけわからん根拠のないなん <laughs> の話かわからんけど<ー>なんかな,なんか。 変えてやろうみたいな何か分からんけどねお前が変われた話なんだけどいやでもそういうなんかメラ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 してなんか燃えてたものがあったわけじゃんあったなんかその満足しないわけこの何かでうまくいってたくさん笑い取ったりあれやってもまだいけるまだいけるみたいなのがありましたね二十二歳私二十二歳ったらここラジオキッナでヘノヘノ牛氏っていう番組を結城と一緒にやってる時ぐらいですすごいな結城と一緒だよね多分その時だよね二十二歳 ゆきもば、ラジオやってたところ聞いて。大学生で、そう、パーソナリティしてたんですよ。すごいな。このなん聞いてみよう。写真持ってくるよ、今度。もうざでも、フォルムは全然変わらない。それすごいな。あの、い、い、あの、い、い、ヨーガリー。ヨーガが出るし。それがすごいよな。本当に、ああいう、ね、時代で得て。 ね、そうですよだからこれからまたさらさらさらに楽しみだねとってもよかったです、はい、ありがとうございますあのホルキーズのゆんたくラジオにね、うん、あのまたメッセージも皆さん送ってくださいさあそれでは今週もお付き合いいただきましょう南部アワーこの放送は沖縄ミルクヒストリー宮平乳業お漬物の菜園ホリデー車検スーパーのるだけセットの二郎工業ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉 美味しくてヘルシー前里。以上各社の提供でお送りします。 南部はラジオ沖縄がお送りしています。さあ、それでは最初のコーナー、うん、給食係に行く前に。うん、もうラスト、はい、五月の最終週となりますので、はい、今日は前里のレシピの紹介週となってます。ね、5週目だしね。はい、うん、前里の、ええー、こんにゃく豆腐もやしなどを使ってレシピを月1回ね。この紹介している前里レシピの週ですね。はい、今月はこちら。 かきピーさんからいただいたメッセージ紹介したいと思います、えー、みかさんしんちゃんさんこんにちは前里の商品大好きかきピーでーすあー嬉しいね、うん、先日スーパーでも前里さんのこんな商品見つけちゃったんですよ、うん、その名も和風デザート豆乳餅きなこです<ー>ええー、私知らなかったすごいなこれこれこれ

たっぷりと使ったもちもち食感のデザートです。す食感としてはジーマーミー豆腐になんか近い感じ。うんうん、容器にたっぷり詰まった豆乳のお餅とお砂糖がいい感じにフューチャリングしたきなこがたっぷり5グラムついてます。普通のお餅だとカロリーがと少し気になる方でもあまり気にならない一個100キロカロリー。もう満足に美味しくいただけちゃいました。お値段もお財布に優しい100円台。うんヘルシー。お皿に移して。 豆乳餅を粗く切り分けてから食べる方法これがおすすめです他にもみたらし風ごま豆腐風のこの3種類が発売されていましたお店で見かけたらひサンジジャーに召し上がってみてくださいねということでかきぴーさんからいただきました「追伸美味しそうに写真撮れなくてすみません」ということで <laughs> いや大丈夫です全然大丈夫ですお友、ね、分の端上げに比べたらもう全然大丈夫またこれがともめら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 恨み腹らさでおくべきかみたいな <laughs> でもこういうさ 一個の塊でプルーンってなっててえっ、ー、とお皿に取り出してちょっとこの食べやすい大きさに切ってというかそうしてなんかこれきな粉混ぜていく感じなのかなそうだろう、ね、これ写真逆なってるんですよね,ねいいと思うしきな食べ方でこれマ いやでも友分が送ってくれたような気がする、この商品に関して友分だったかな。あいや、すごいな。みたらし風かな、ごま豆腐風かな、なんかこれを前。初めてのような気がします。って言われた気がするけれども。え、しんちゃんだったらどっちがいい、みたらし風、ごま豆腐風、きなこ。あ、きなこが好き。きなこが好き。みたらし豆好きなんだよな。ごまですか、お姉さんは。私あの。 ごま豆腐大好きなんですよ。黒ごま豆腐。じゃえっ、ー、と、前、まあ、さつ三つ遅れっていうことです <laughs> 今ね。私、<laughs> じ上手ですよ。<laughs> みんな一個ずつ送らんと、俺たち二人が満足しないっていう。でも、これ新商品、ぜひ見かけたらね、あの、皆さんも手に取ってみてください。私も探してみます。そうだね。前里さんあれかな、豆腐のコーナーとかで、多分横とかにあるんだろうね。スイーツのコーナーじゃだから、あれなのか、見落とすのかな。はい。ありがとうございます。はい。すごいね、いろいろ商品から。まあ、今回はレシピというよりも、新商品の紹介という形で。まあ、これもいいですよね。えっと、ただね、こう、月に一回。 に前里の商品のこレシピね、もやしとか豆腐、うん、こんにゃくを使ったレシピを皆さんからね。募集していますので、ぜひまた来月もご参加いただきたいと思います。かきびいさん、新商品情報ありがとうございました。はいさあ、さあ、それでは美味しい話題いきましょう。給食係です。うん、皆さんが食べたあそこの食堂のこれ最高に美味しかったよとかね。うん、あっちの、えー、お店何がいいよとかね、おすすめをぜひ教えてください。じゃあ、それでは、えー、っと、トップバッターしんちゃんからいきましょう、ね。いいよ、じゃ、こちら馬ごんさんから来てますね。ありがとうございます。

<laughs> ああな久しぶりに向かい屋に伺いました今回は早期を<ー>でもこれ,これさちょっとだけ戻すけど、うん、前も言ったけど「<laughs> セブンアップにずっと「クアップって言ってる人たわさ「<laughs> セブンクアップ飲んだか?」って聞く「<laughs> クアップあれあれあれ?あれ「u p って書いてるのよ」<laughs> クユーピクかって言セブンアップ <laughs>

透き通った出汁の色とカツオの香り刻み生姜のアクセントも嬉しいんです別盛りされた本草器は途中からそば出汁のお風呂に入ってもらいそば出汁のお風呂いい方です、ね、<laughs> いい方ですね。いい方ですね、はい、それあとシャワーで流しますあ書いてない書いてない <laughs>、えー、麺や生姜にご挨拶して互いに近況を報告し合ってもらいますすごいね滝川カレンちゃんの方って、うん、向かい屋さんの本草器750円おいしいございました 向かい屋さんは愛すべき県道七号線を富士城インター方面から走らせて、えー、オレンジしかそして、えー、自動車屋さんのところを左へ、えー、青いコンビニの手前を右に入るところに看板がありますよ。えー、お休みは日曜日と月曜日です。以上です。ということで、富士城っていうかイトマンっていうかあの境目のところってことか。ね、うん、そうかもね。はい、ありがとうございます。お腹空いた。 本当このあとちょっとあれだよな目の前に人参ぶら下げられてるというかなあれだよな、えー、じゃあファインディングベニーモさんでーすじ、はいえー、ゃあ皆さんしんちゃんミイカネーねーコインランドリーがゆうの奥様もお疲れちゃんかっかりのファインディングベニーモらよー久々に給食係でお願いします前から気になっていた八重瀬町のすばやへ雨だけロレッツゴー中曽根泉こちんだ中学校からぐしかみ向け南部アワー工業高校近くにある島袋屋 ああ、有名店ですね。島福屋ね。店内にある子供のおもちゃに気をすすられながら注文したのは、肉野菜そばショーを注文。店内は6人ぐらいのコの字型のカウンター。うん、4、5人座敷わらしら、座敷わらしの2つの小さな店。優しい出汁にストレート麺、ザクザク野菜を堪能。後半はニンニク入り高齢グース、グーヤタン。隣に座ったおじさんの豆腐チャンプル定食もあれ気になったな。夜なしろ豆腐ってよみかねねわかるまあ他にも、 チャンプルー定食あるからよ4ナー行ってみたらいいさ小さビタンと安静本日も安全運転で4ナーねということでファインディングベニモさんからいただきました ファインディングさんは結構あれなのかな南部方面よくお仕事で行かれてねすごいね組織に来たとかっていう僕もここ何回か行ったことあります優しいです島袋屋お店がねまたなんか店舗の店が毎年はちょっと新しい感じがしませんかでもご夫婦2人で切り盛りされてるのかな何かテキパキとねされててはいはいはい私もあれですよえとおいしかったですはい。 さあ続いて札幌出身旦那様1匹犬5匹さんから来てますね今回は名もなきヨギのぜんざい屋を紹介します名もなきヨギヨギって那覇のヨギのだろうな、うんうん、とにかく全部巨大で安い巨大なぜんざいは350円で金時豆が死にうまい皿の底にも豆を入れてくれてるので最後まで美味しいです他にも巨大レインボーかき氷250円巨大オレンジ味は150円 氷はふわふわの美味しい氷です。全然、もいろんな種類がありますよ。場所は那覇市与儀二百三十二番地の二十二。うん、住宅街で旗が立っているので、分かりやすいです。ぜひ一度ご賞味ください。豆の味がやめられなくなりますよ。ということです。美味しそう,う<ー>。美味しそうですね。あ、期間限定出店って書いてますね。那覇市。ええー、美味しい。<っ>豆、大きくない。大きいよな。<ぁ>あ、すごいな。 なんか餅もさ白一色じゃないんだね,だねほらちょっとピンク色の餅とかさそう,、ねそ,うねね、そうですね可愛い,いしちょっと見た目も可愛い,い感じの前菜ですよんなんか最近も別のさ劇団で話して小茶餅店のあれが美味しいとかってなんか具司会あるらしいんだけどはいみか知ってもる小茶餅店の何年、ね？なんだ前菜か美味しいえ、ね。へ<ー>なん,かもうなんか俺も今も追い風やすさ今行こうかなと思う<菜>、うん、あのね くだかせいアナウンサーのさ、インスタはぜんざいとかかき氷ばっかり食べてる。あ、そうなの。好きなんだ。くだよく言ってると思う。言ってるな、あの、体格はな。違う違う違う、体格。でも、本当に、私さ。ぜんざい。ぜんざいをさ。どうですか、しんちゃん、俺一人で食べに行けない。行けないです。ゆ、ゆうどう、行けないでしょ多分せいや、一人でも行けるよ。すごいな。パートナーとかはいないのか。 いやそれはもうそれは分からないこれ秘密だよな秘密ですよ隠してるかもしれんよでも一人で行ってるふりしてちなみそんなだったさそうちなみね。ねえねえ,ねえ, <laughs> えわた七7時半の居酒屋か <laughs> えっちなあなあって、ね、聞いてる人「たんや」がつ <laughs> ちなさだかつ <laughs> 全然女性の鍵を感じさせなくて「僕もクリスマスも一人なんですよ」「彼女来るまでは一人っていうことです」とか「意味がわからへんや」「意味が分からへん」「結局2人やじゃな」とか「僕トイレ入る時一人なんですよ」「風呂入る時もしょっちゅう一人なんですよ」「ほとんどそう」「夜中そう」みたいな何かな知那君もねお父さんになってなそうなんす みんな知らなかった、うん、ええだー!」ってうのもうもうお父さんいやインターネットかってう死に早いよな <laughs> インターネットかっててすぐ世界とつながるのか <laughs> みたいな「w w w k i o w e わっていう <laughs> よくわか,からんけどなんか死に早い情なあ でも、本当秘密裏に。本には別に秘密にしてるつもりはないんですよ。ないんですよだけど、別に聞かれなかったから、答えなかっただけっていうことわかる。ということ、それ聞かれなかったって、俺たちもそんなに興味なかったっていうだけ。あの最初の表だけの話で、彼女いるの、あ、いませんよ、今別に遊んいませんよって言ったら、もうじゃ、ずっと言いませんよだ、終わってたんだよね。今ここにいませんよっていうことかもしれません。まあ、俺たちもそんなに興味なかったんだけどこれ社交辞令って、よ、よじれくう。 さんだってめでたいだからさ新一って名前つけたら10万あげるって言ってるけど絶対つけないですけど<何>違う名前ですたね <laughs> お手上げいろんな人に子供男の子「しんいってつけたらゆきにもいたと思うんだけど「はい、新一ってつけたら10万あげるよ <laughs> そのから15年ローンだよみたいな定時長い長いお付き合いで流儀みたいだなどこまで話したかごめんねかき氷の話から聖役に行って聖役がチナの話になったんですよね続いて刻みあさびさんですこんにちはしんちゃんみーかスタッフさんリスナーのみなみなさまぶっちょうずらのちーまやこぶっちょ刻みあさびです場所は那覇市清原でいいんだよね鏡の原って書いてて

続いてお天気外交です <laughs> そそ。その間に関係な、<laughs> ち,ょちょっと待って。てラーメンが美味しいって有名で生姜焼き食べました。<laughs> どうした？どうした？一人時間さどうした？あ<ー>ちょっと、<laughs> あ、何回も食べてるからってことだね。うん、あ、以前ラーメンセットを食べたけど、うん、この数年生姜焼き定食だねもう, <laughs> <laughs> う。店の人は。 見てもなんか自信あるけど自信なくしていくような何か、まあ、今度レバニラ食べに行ったらまた社名送りますよ <laughs> うな気んあれもしょうが定食美味しいぞ、ね。美味しいなこれなんか。ちょっと待ってください見てください裁判長 <laughs> あっえこれしょうが定食の横に小鉢がついてこれから揚げ2個ついてうよ <laughs> 前前のお客さんがちょっと多めに注文ばっぺしたの「<laughs> 食べないって!」言ってま <laughs> 違え唐揚げにこが見て、サラダの上に乗っかってるんですよ。これはもう男性はもう大喜びでございます、ね。<laughs> ありがたいね。ね昇竜亭かける亭かな。ちょっとごめんなさいね。ああ、うんうん、ラーメン。うん、ラーメン。これなんて書いてあるかな。見えないな。眼鏡取りましょうね。うん、あ昇竜亭で当たってます。昇竜亭当たってる。ラーメン中華昇竜亭です。うん さん <laughs> でけど生姜焼きは中華でもなんでももない中華でもないな <laughs> もうプあんだよこれで本当 <laughs> いろんなのがあるっていうねほんとに。<laughs> はい、えー、アンリスキーウーグスクさんから来てますね復帰 <laughs>、はい、子一のアンリが好きって来てますけど。<laughs> うん ほら僕ってアンリーの次にクレープが好きじゃないですか <laughs> 分からんしかって、うんえー、家族で平和記念公園に手を合わせたい行った帰りに、うん、素敵なクレープ屋さんを米酒で発見したのでうそう米酒にできたわけよ発見したので報告します、えー、その名も島猫クレープというその店はうん、うん 17時の閉店時間を過ぎて来店したりもかかわらず心よい対応してくれて本当に素晴らしいお店でした一見えっいなりと思うような独特な形をしたクレープはすべて130円とリーズナブルでうん、うん、僕はチョコクリームをいただきましたが安くてうまいとはまさにこのこと一平積み合いビータンそんな島根クレープは米酢のファミマを大学向けに進み大学大学って糸満にあるあ,のあれあ<ー>そうかあ、ね、はいはい分かったはい、はい えー、平和創造の森公園に左折する信号の手前右側にありまー,ありまーすっていうことでうんああ新しい勇気もうんうんってうなずいてるけど勇気も食べたえー、どんなシチュエーションで食べた食べに行ったの通ってて,って,て見つけて食べてみたこれこれ,これ私が食べたのまさに一生これこれ,これこ生クリームとチョコのクリームが入っててちっめちゃめちゃふわふわの生地で中のクリームもね 美味しかったんだよね島猫クレープいいですね私ねこれね、うん、米ス小学校に教育委員会で学校訪問っていうのに行って帰り道これまたちょっと食べたんですけどけ美味しかったですもうあそこらへんもいいところだからなんかねそういうドライブしやすくなるさこんなのから食べに行こうとかねちょっとドライブしたからあっちも行ってみようとかってなるし、うん、大里で一回足洗ってから使ってからっていうねあの高見の小学校にしたのにあるさ <laughs>

あるよね、ここでじゃあ一番の人はお金下ろすんだな。あ、病院の管理じゃん、病院。だからあるんだろうね。はい。ということで、ええ、今ですね、美味しい話題をたくさん届きましたけれども。チラな君、ごめんね。言い過ぎてね。興味あるよ。他にもいっぱいあるので、またね、またこれ来週以降ね、紹介させていただきたいと思います。以上、給食係のコーナーでした。では、続いて、こちらのコーナーです。沖縄製粉プレゼンツ、前途も愛の窓。 沖縄の伝統的風習モアイは地域友達職場とさまざまな仲間との親睦を深める場として親しまれています。全島モアイの窓ではそんな皆さんのモアイ風景を紹介してまいりましょう。さあ今週はこちら モンステラさんいただきました三河、はい、さんしんちゃんさんスタッフの皆さんこんにちは,こんにちは久しぶりのメッセージモンステラですどうも、ね、えー「モアイの窓」ですが去年の年末からコロナにかコロナ感染拡大していまだに収まらないですねだから今モアイできてないですうん 感染が収まったらモアイ再開してモチベーションを保つために旅行先を相談して決めたいですあいい、ね、積み立てモアイをしているんですがコロナがなかった頃にはさ広島福岡鹿児島とみんなで旅行行きましたよいいな 鹿児島での思い出がさ<ー>初日の出を見るために露天風呂に長くつかりすぎてのぼせてしまいホテル自慢の朝食をあまり食べることができなかったってことですかっこ笑いあの時はショックだったけどよ今笑い話として話せるからいい思い出の一つです、ね、という。 結構大変なことこの旅に行ってから旅先での「えお前あん時あんなだったよな」って話もまたモアイのね話の旅になるんだよね前日浮かれて飲み過ぎて次の日バスでずっとぐったりしててね何見たかおみたいなとこそうそう私もモアイで旅行行きたいって言って結局でもさみんな子育てのタイミングがバラバラになったので一回これねバラしちゃったんですよななななかかか合わんよだらもうこ 旅行の積み立てする時にはもうみんなが50代になってからねって言って、うん、でこの旅行積み立て一回休みにはしたんですけど、うん、そうだってミカの子供大きくなって今度も大丈夫大学入ったって言うけど今度受験っていう親とかいたね同級生いたりしたりねまた,ねまた違ったりするもんねそうそうそうあとはシリンゴアガーとかそう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 ,そう後からね遅 <laughs>、ね、れゲみたいな感じで「あいたの?」みたいな感じでかわいいっていうねそうなんですよ、うん、あったりするからさでもこういうのもねもうちょっと我慢ねし 棒かな、もう少し先かなって感じですけどね。一回この、コロナが落ち着いたら、まだ近場でとか一泊使うとか、まだね。うん、まだすぐ戻ってくるとう。じゃ、どこ行きたい、もし、すぐ今もう、今。俺は今はもう海外行きたいよ、台湾行きたい、俺は。ああ、会<あ>にね。もう、いも、行くって決まって、行く、だけど、行くために、二週間隔離っていうのが、もうできないわけよ、もう1。一、うん、一月仕事休めないから。そうだよ、ね。行ったとしても。 昨日行って,くるてしばらく隔離して3週間だったんです今もまだそうか今この細かいのがしょっちゅう変わるからかあっちの方がねで,ね、うん、で戻ってきたらどうなのかうん3日なのかとかわからないうんうん、うん、まあだからちょっとそういうのを楽しみにしてね行ける日を楽しみにして待ちましょう今日モンステラさん採用されましたので、えー、沖縄製粉からウコウニトコトンしじみ800個分10本入りをプレゼントしたいと思いますおめでとうございます さあこのコーナーナ皆さんからもあいのの話をお待ちしています、うん、このようにねちょっと旅の思い出話でもいいしこんなメンバーで結成されてますよっていうモアイの話送ってください、はい、採用された方には沖縄製粉さんからのプレゼントが当たりますので連絡先のお名前住所電話番号などをしっかり書いてメッセージ送ってくださいね以上沖縄製粉プレゼンツ全島もあいのまだのコーナーナでしたさあそれでは1曲お届けしましょう。 久保田俊信当たってる当たってる当たってるリシとかじゃないけどたっ <laughs> てる？Give <laughs> ギブユーマイラブ当たってる当たった <laughs> 沖縄セルラープレゼンツ発射機種このコーナーは地元に全力 <laughs> au 沖縄セルラーの提供でお送りしますいや あさ直前にこういう変な話するのやっぱ違う話してな笑ってたからな。ごめんなさい。でいきましょうえ記事変更の話題のほかにも最近始めた SNS の話とか電子決済英雄電気など暮らしの一部でこんなふうにスマホ使ってます便利ですよなどなど皆さんからのメッセージを募集しております。はい、ささあ今週はしんちゃん、うん シシャャババンンささんんからいただー生実は帰ってきたシャバドゥンさんは、うん、あの給食係に書いていたんですよこのおいしい話題。本当、はい、はねだけれどもあはこれはもう絶対機種編ロックンロール向けだなということでうん、うん、今日ちょっとここで紹介させてください。はい、えといつもシャバドゥンさんが企画ものでやってくれてます。 魅力的な汁物を紹介する企画、シャバドゥーンの知る人ぞ知る汁物。39回目、南城市の超有名店、前々からずーっと行きたかったお店、満腹食堂の牛汁を紹介したいと思います。有名ですね、はい。今回、牛汁の汁の具としては、えー、見てくださいね。大根、人参、うん ハラハラフーチバーも多昆布ですねフーチーそして、うん、たっぷりと牛肉が入ってますでそれにミニサラダとご飯がついてお値段が1,000円でしたわ、うん、かりやすいいやーやっぱりうまかったで実はこの満腹食堂汁物が有名だから汁物以外のメニューってそんなにないのかなと思ったらさ予想以上に他のメニューもいっぱいあってびっくりしましたこんなしていいいっぱいメニューいや居酒屋的ですよ あの夜だからファミリー多いですよあそうなのそうですだからあのお父さんビール飲んでちょっとなんかこうつまみつまんでて<ー>なんかおばあちゃんとかやっぱり食事の人はやっぱりこう牛汁とか焼き汁とかへえ<ー>いろんな種類があるんですよねでも牛汁ナンバーワンだと思う確かに焼肉とかもあるよし、うんちゃんあるあ,るあるある。だからいろんないろんな人がいる <laughs> 食堂なのに焼肉もあるそう一品料理ほんとどうあのコロナ前は居酒屋的なのにでもいつもいっぱい お子様メニューとかもあるうんそうだから野球チームの集まりで不動が飲んでるみたいなイメージがっ,とっていいねお子様ランチとかもさチーズハンバーグカレーとかこの辺の子供たちが好きなメニューから汁物、うん、そうだ優しい店ステーですよ一品料理の焼肉、うん あいいやグラタンとかパンとかもある。いやコーンパター,余はず <laughs> ーンあるじゃよ一品料理ね、うんうんうん。絶対あると思うあるかもしれない。うん、サラダとかデザートとか、本当に幅、本当に幅広いですね。うん、はい、あります。そんな、満腹食堂、朗報です。はい、が使え、まますすかっこいい食堂が使え,ますえなんかイメージと合わんよ。な,なんていうの花笠食堂でキャッシュレスでって言ってるみたいな感じ。<laughs> <laughs> か<ら>分かる分かるわかるよ <laughs> ピーできるって言ってるみたいな感じでなんかイメージをすごい,すごい進んでるやっぱりまんぷくさんは<ー>あの、ね、やっぱり県外のお客さんとか多いんですゴルフ場の抜け道でもあるんで、はいはい、ゴルフから帰ってきた県外の人とかがやっぱ地元のこういうの食べたいっていうことであ「あれカード使えないの?」とか「ポイント使えないの?」とかね いいねすごいねやっぱ意外と住んでるなすごいほら全国的な有名チェーンとかで有名チェーン店とかで auPAY 使えますっていうほらシールが貼られてたりとかよく見かけるけど素晴らしいマモ食堂でも auPAY が使えます素晴らしいです明細見たらもう牛汁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  いゆコンバター好きなんですね <laughs> んねお居酒屋ってコンバターってイメージだろうけど 何時注文したか、福島でさんがね、いやもう美味しかった、そして便利ですね。A U P 使えてねごちそうさまでした。場所ですが南城市の左上側です。ハイバルのハイバルのカネグスク交差点からハイバル市役所向けでそのまままっすぐ南城市に入って進んでったら右側にありますよということで、はいいただきました。ハイバルは市役所ないですからね。真ん中ぐらいですよね。南城市の、その南城市のねあの。 そうイオンの通りというかまあ発出所とかあったりいっぱいあるわ<え>、うん、構 開けてるところ。そう、開けてる。<laughs> 中ほどこう、交差点かな、あっちは。うん、開けてるところですね。大里中学校近くです。はい。いい、美味しそうだな。ゆナバルにも息子さんが多分独立というか、<ー>のれんわけみたいにやってますね。まあ、食堂で au ユーペイが使えるって便利だね。すごいな。しかも、な、いや、<ー>便利さだから。そう、ぜひね、こういう店舗がね、うん、増えてきてくれたら、嬉しいなっていうプラス。あ、ここでも使えたよっていう情報とかもあっても嬉しいね。あ、これでも、それでもいいです。うんうん いいですよね aupay 使ってここで何々食べたよとかそうそうそうそのギャップとかもまた楽しかったです私この間 aupay のポイントポイント貯めて貯めてめっちゃおいしいちょっとあのやってきた食べましたいいね5,000円分ぐらい貯めたあそうすごいなすごいでしょ au 電気 au 電気と au のほら使用料とかあ自分のスマホ代とかあれポイント全部貯めて5,000円超えたんですよこれ全部俺にに行くようなってるから クラの温度下げたらなんでポイントたまるんだフラーかよそのまま支払いが多くなってたけど <laughs> <laughs> ポイントたまるからいいんじゃないもっと下げていいて、ね、<laughs> 大丈夫 <laughs> 誰がお休みかっていう <laughs> <laughs> でも上手にポイント使ったらこういうのおいしい食べ,る食べるし食べれるし、うん、でまたポイこれ使ってさ AU ペ使ってまたポイントが貯まるわけよ。でしょです使ってるとすんんそうね。とっても便利だと思いますので、はい、ぜひ皆さんこういう店舗情報とかもお待ちしております。はい、さあこのコーナーは皆さんからスマホのねいろいろ話題募集してますおすすめのアプリとかの紹介でもいいし暮らしの一部でこんなふうにえスマホ使ってますよとかねメッセージ送ってください。はい、なおスタジオのの様子はででねままた今回も収録してますのでぜひ 機種編ロックロールで検索をして,てみてください,、はい、い以上沖縄ゼルラープレゼンツ8種機種編このコーナーは地元に全力エーユー沖縄ゼルラーの提供でお送りいたしました、はい、さあそれでは えーとラストのコーナーいきますが今撮ってくれたのが誠也なんですよ。誠也くんね。さっき誠也がほらかき氷とか全然一人で食べに行くって言ってたしね。四バルコマでも行くって、ね。本当にいいかなって信ちゃんが確認したらやっぱり一人で行ってるみたいですね。うん、は今度はあれ正直不動産に入れてからちょっとね。<laughs> <laughs> うん本当のこと,言と,としです。うん、本当本当、ね、本当らしいです本当に一人で。本当らしいですはい。うん、えー、じゃあ行きましょうか。はい、刑事係はあなたの街のあれこれね面白情報えーあとはイベント情報面白か。 見つけたなどなどど紹介していますじゃ、うん、ゃんちからどうぞあのその前あの6月の25日に、うん、あの佐敷小学校僕の母校と幼稚園佐敷小学が140周年で幼稚園50年っていうのがあって、うん、なかなかもうコロナでみんな集まれなくてなんか僕も委員会みたいなの入ってるんですけどもあれ、はい、なんですけど今度ゆき俺幼稚園の歌か佐敷小学校の校歌借りてくるんでかけさせてもらいますねこれでいいですお<ー>ね,もう聞いてる人にね さしき小出身の人。人え、しんちゃん歌える?。さしき平野の真ん中に。高くそびうるさしきこ遠くかおるよ、その方まで。若き瞳を輝かし、心と体を鍛えよう。はい。え。

夜明けが丘に照り生えて <laughs> これ全部歌えるってすごいねここはですね「うるま島山明けし時」 聖一一年に光りありて甲子園で流れたら最高だな絶対流れないです今までね最高だな甲子園で早く流してほしいわよ。いつ、えー、もここ流れたさ流れた流れた夜もういいよな聖気の牛の夜どころマの富をはらむ町<い>

もしかしてあるかも今新しさの N コーとかってやっぱりああそうかだってその地域性ってあれだから「いや俺たちを全国から集まって世の中を変えていくんでぜひよう」みたいな「いや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 っていういや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 い いや違う「老若男女」歌える曲とかね歌えるじゃんラップ俺歌えない歌えないでしょうリズムが取れんさ、うん、取れない取れない全然と何言ってるか分からん「ドゥンヨヨヨドゥン」よ「ドゥンヨヨ」よよよ「ああ」ってでこれでさ全校生逆にすごい言うな「みんなでユニゾンですから」みたいなもんみんな声があって <laughs> の話かだか <laughs> ごめん佐々木小学校出身の人ね<笑><笑>はいはい、はい、しんちゃんじゃんしんちゃんから呼んでください、はい、えっと神奈川の農民ミハートさん <laughs> な<い>ビデオを撮ってた某 BS 局のドラマ「2人のウルドラマ見ました」主演の2人のうちなぐちが、えー、とてもドラマにフィットしていたりストーリーも主人公の光と影が鮮明で引き込まれて終わった後に見たエンドロールで沖縄言葉指導津和真一の名前を発見「うお<よ>!じゃ」グチ どんどんの内縄口指導もすればいいさ、いいか、このドラマ見たストーリーをしんちゃんが説明してねっていう。なんですか。金城哲夫さんいるじゃないですか。上原さんの二人の話を、<ー>この復帰50年のやつで、中江監督。あ、やってましたね。で、僕、三津島しんのすけさんと、はい、急遽のこの東京の役者さんが。 あのコロナかかってしまいましてうん、うん、僕代役が来てじゃあ言葉も指導してってなって、うん、ウミンチュの役やったんです糸満のナシロビーチのところではい、はい、そうだそうだ、うん、このナンバーの収録などに向かうって言ってた、はい、え一回、えー、でもねあまりにも取り過ぎてですね、うんえー、時間の都合でちんちゃんのところカットしてみう <laughs> <laughs> だ俺,俺もうラジオとかで宣伝しそうだったからさもう危なかったからもういいですよってもう仕方ないさね別のシーンってそもそら大きな言葉指導みたいなの入れるって,って別に指導した方がいないんだけどこのシーンしか <laughs> <laughs> 優しい役者さだから「俺に変な」って言って急遽ね大変なところ俺がスケジュール組んで「じゃあ出ますよ分かりました」って。<laughs> <laughs> 道島つ之助こといろいろ話もして沖縄なんとかねーと話して今坂本孝君頑張ってねみたいな話とかもいろいろよかったなーとかなんとかっていう話もして俺もああ勢いよいよと気持ちよく帰ったら「しんちゃん時間の都合でカットしていいか <laughs> いいええんじゃないか!」<laughs> <laughs> だから俺何しに行ったかわからん <laughs> カットされるシーンを撮りに行って丸一日潰して一生、えーうん、合わせまて,てトータル3日、えー、だけどやっぱかわいそうだったんじゃない 俺の海の海シーンがあったはずなんだよ本当はねんあいいやーそうなのね<ー>そんなの元部の海んちゅって役で、うん、海洋博の演出するときにで満島君すごい何回も泣くシーンだけど何回も泣けるわけこの人、うん、すごいなーーと思ってでそれ見て俺が泣きそうだったんだけど <laughs> えー、カット <laughs> <laughs> 消しゴムです消しゴム 右手手でで書きながら左手で消してるみたいぜひこれは、まあね、あれですよ、うん、今度あの NG 集みたいな感じでそう出してほしいなたのシーンとかね出てほしいな、うん、時間になっちゃったらもう「あいや!」メッセージ読めなくなって、はい、私たちが効果を歌いすぎたんでしょ <laughs> ごめん俺ちょっと音程間違えてるかもしれないけど <laughs> 以上「刑事係」でした効果的でした南部アワーこの放送は「沖縄ミルクヒストリー宮平乳業」「お漬物の菜園」 ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉 美味しくてヘルシー前里以上各社の提供でお送りいたしましたさあ今日もメッセージを送ってくださった方の中から抽選でですね、えー、春戦一歩ペアランチ券こちら、うん、プレゼントがありますね、はいえー、発送をもって発表に返させていただきます一歩さんよろしくです食べに行ったらぜひ感想とかを給食係宛に送ってください、うんね、はいお願いしますさあということでもうはい五月も